今日、筑紫野自動車学校で行われたのは、警察が主催する飲酒運転の体験会です。警察の立ち会いのもと、実際にビール2本とハイボール1本を飲んで運転を体験します。酒を飲んだ後の記者の呼気からは基準値の3倍を超えるアルコールが検出されました。多分顔はすごい赤いと思うんですけど、意識としてはまだ全然そんなに酔ってるっていう感覚はないです。実際に運転してみるとどうでしょう、先ほどと比べて自分では酔ったつもりないんですけど、そうですね、3本のコーンを倒したことに気づかないまま車は蛇行しながら進みます。そしてあ、もう脱輪しました。はい、前落ちてます。さらにずっとブレーキを踏んでる感覚だったんでしょうが、ずっとアクセルを踏まれてたので、私がこっちでずっと止めてました。運転を終えての感想は、今、ね、全く酔った感覚ないし、多分まっすぐ歩いてもまっすぐ歩けるんです。なんですけど、全然ダメです。